運長、陳頭、迎えに出てくれたのか。翌徳と社中殿はどうした。社中は兄上を殺そうと企んだので切り捨てました。本当に社中。本意ではありません。曹操が密書を送りつけ、劉備殿を殺すよう命じたのです。翌徳は社中の身内を殺しに屋敷へ行きました。お前たちは何ということをしてくれた。社長の身内はみんな。兄上、殺すことのない者まで殺してしまった。しかしです、今となってはため息をついても仕方ありません。これは殺してもよい、これはいけないなどということがあるか。社中が曹操の腹心ということは初めから分かっていたろう。都を離れた時、兄貴は言ったじゃないか。これからはもう誰の束縛も受けないと。今日のことはもう済んだこと。後悔なんかすることないんだ。何を申す。曹操はこれを口実に攻め込んでくる。どうするつもりだ。ご安心ください。奴が来たら私と翼徳で迎え撃ちます。運長、翼徳、よく聞くのだ。お前たちが戦場で曹操を恐れないのは私も知っている。だが徐州へ戻ったばかりで用意もなく、兵も兵糧も不足している。どうやって戦うというのだ。徐州の民がまた戦乱に苦しめられると思うと、この兄は。兄貴。玄徳殿、大丈夫です。曹操を退ける策があります。目下曹操が恐れるのは袁紹だけです。袁紹は河北の四軍を抑え、精鋭の兵100万を要し、多くの配下を抱えています。手紙で袁紹へ援軍を頼めばよいのです。いや、それは無理だ。袁紹とは付き合いがない。それにいとこの袁術は破ったばかりだ。手を貸すはずがない。この近くの方で袁紹ととても仲の良い方がいます。その方の口添えがあればきっと手を貸しましょう。玄徳殿、物は試しです。兄上。わしのいとこを殺しよって手を貸すなどもってのほか。だが上弦殿に泣きつくとは困ったことよな。上弦殿も上弦殿だ。しかし劉備は評判の高い男だ。もしわしが上弦殿の頼みに応じ劉備を助けてやればどうなる。意見を聞かせてくれ。ああ、殿。
近年の合戦で民は皆疲弊しきっております。蓄えも少なく負担も重いのです。今は動き時ではありません。まず天使に公孫さんを破ったことを上奏し、お褒めがなければ曹操が邪魔をしているという名目で霊陽に兵を進めるのです。そこでひたすら勢力を養い、兵を起こすのは3年後とすれば必ずや大事を果たせましょう。なるほど、伝報の言う通りだ。お待ちを。伝報殿は間違っています。現在殿のお力とご意向をもってすれば、曹操ごときは相手ではありません。もしもここで3年も待って時を逸すれば、かえってことを誤ります。確かにそれも通り。この疾病には大義がありません。力で押そうとするのはただのおごり。大義を前におごれるものは破れる。曹操は体制を整え配下を鍛えている。ここで天使に上奏もせず、むやみに大軍を動かせば必ずまずいことになります。どうか殿お考えください。ああ、そうだな。いや殿、曹操討伐になぜ大義がないのです。現在我が軍は息健康、状態も万全。ここで兵を起こさなければ後に悔いを残します。どうか上元殿のお言葉通り、劉備と共に曹操を滅ぼされませ。それでこそ天の意と民の心にかなうというものです。そうではないか。いやいや、皆の者。